お元気ですか？僕趣味です。今回は2024プロ野球チップス第1弾の開封動画第11回目でございます。前回はね、ラッキーカードをね引きましたけどね、まだね、白サインカードが引いておりません。今日はね、5袋で挑戦したいと思います。では第11回目の1袋目でございます。こちらチェックリストでございまして、2年連続5回目のクライマックスへ勝ち越しとなる、随時2塁打を放った DeNA の宮崎選手のカードでございます。で、読売ジャイアンツの菅野智之投手でございます。2袋目でございます。キラカード出ましたね。福岡ソフトバンクホークスの中村晃、外野手の、ね、キラが出ました。で、阪神タイガースの西勇輝投手でございます。3袋目でございます。また白菜に上がった木田出ましたね。埼玉西武ライオンズの中村武也内野手のカードでございます。北海道日本ハムファイターズの加藤隆之投手でございます。4袋目でございます。またね、キラ出ました。横浜 DeNA ベイターズの関根大輝外野手のキラでございます。で、中日ドラゴンズの石川昂弥内野手でございます。最後の5袋目でございます。本塁打王の千葉ロッテマリーンズ、グレゴリーポランコ、外野手でございます。カードでございまして、最後は中日ドラゴンズの石川昂弥内野手でございます。以上で2024プロ野球チップス第1弾の開封動画第10回目を終わりたいと思います。ごめんなさい、11回目のところね、間違えて、ごめんなさい、11回目で終わりたいと思います。ちょっと間違えました。すいませんね。で、あとね、1回で終わりたいと思います。12回目で終わりでございます。で、その後ですね、いつ発表するかはわかりませんが、このプロ野球チップスのこの第2弾がね、発表されると思います。その時にね、またね、開封動画として上げていきたいなと思っております。今日はちょっとところどころちょっと噛んでしまって申し訳ございません。第11回目の開封動画、これにして終わりたいと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。